今日はボーカルミッションです。全部良かったです、うん、ください。自分の実際のように歌ったので本当に良かったです。でもまだ大きく変わっていません。お疲れ様でした。川島セイタ、はい、川島セイタ、はい、どんなところに集中して準備しましたか？はい、僕は3次オーディションの時に J.I. パークさんから発声のことについてのフィードバックをされたので、発声が良くなるように僕はまず喉に力が入ってしまうので喉の力を抜く練習もして、少しでも発声が良くなるようにと毎日練習を続けました、うん、でも今も肩に力が入れているように見えます。もっともっとルースに、はい、セイタ君は体が硬すぎです。 あまりにも余裕がないように見えます。歌よりもダンスの方が個人的には自信があった方なので。残りの順位は次の通りです。練習生の中でも一番順位が低い結果で、本当に自分がここまで順位が低い理由が何があったんだろうっていう気持ちと、自分に対しての悔しさがありました。この曲を選んだ時に何か僕自身の何かを見せたかったので、この何かっていうのが自作ラップっていう結果にたどり着いて、歌詞に自作ラップを入れたいっていう気持ちがあったのでこの曲を選びました。僕にはもう12歳になる犬がいるんですけど、僕が練習生になってから一緒にいられなくなってしまったんですけど、それでも僕は犬のことをずっと心からいつも思ってるよっていう気持ちを込めて歌詞を書きました。本当に今はとにかく不安な気持ちと怖い気持ちで、すごい焦りを感じる気持ちが多いんですけど、それでも自分らしさを見失わずに今できることを最大限やって、今日こそはキューブをもらえるように自分の姿を見せなきゃなっていう気持ちがありました。다른 사람을 만나 버려.
目に焼き付けた君の翼、俺に愛くれた後ろ姿、目に焼き付けた君の翼、俺に愛くれた後ろ姿、涙流して君がいないから俺は忘れた俺のあり方、頭の中の LOVE 眠りピッチョの寝るのね Needy、 もうできないさ Continue、 それでも俺は生きるさ Only You、 oh!の間になるサンリルスウィーソー、イヌムルルマムチュルスイソー、クロニオソネゲトラワチョー、オンリーユーニガアニムナルコチルスウォープソー、ナムダシウスルスガオプソー、イソンリーユーマッベイベイ、イソンリーユーOkay. ありがとうございました。僕は指摘したところが、とても良くなりました。とても良くなりました。ありがとうございます。地球予選の時、話したのように、はい、リズム感が本当にいいです。ありがとうございます。発声もとても良くなりました。ありがとうございます。でも지금랩하기전에는굉장히편안한소리가나왔는데랩이끝나니까다시또조이는힘든그루시소니키코에마스아네그래서아까랩하기전에그느낌여기힘뺀느낌을계속유지하는게중요하고음정이좋지만애드립같은거할때그디테일한음정은아직불안해네이유너만이날가질수있어될수없어서이런게세음이다들리고이제이런것들은좀더앞으로연습해야될것같아요네알겠습니다お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。次はハルくん。はい。次はハルくん。はい。どんなところにして練習しましたか。はい。僕は地域予選の時に、J.Y. Parkさんから歌う時に息の量が少ないので、息の量と声の量を混ぜて歌わなければならないというフィードバックを受けました。君が好き。一番大切な人をずっとそばにいてダメな僕を叱ってよ。音程が安定的です。リズム感も良くて歌も本当に良かったです。 ありがとうございます。でも歌う時に空気がなさすぎます。声を空気と一緒に出すべきです、はい、東京合宿まではその癖を直すのプラスまだまだ上に行くために基礎の練習をさらに増やして練習をしました。少しの幸せに慣れる気がするよ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 。まず僕は
ダンスはもともとやってきたんですが、ボーカルは JYP に来てから初めて習ったので、それが J.Y.Park さんのにまず伝わるのかどうかっていう心配と、まず最大限やってきたことを発揮できるのかなっていう心配の2つが一番大きかったです。良くなりました。ありがとうございます。本当に良くなりました。ありがとうございます。노래를잘하는것도중요하지만합숙기간에내가보고싶은건얼마큼빨리자기의단점들을보완해나가느냐야데모하루코와치키요센까라이마마데本当に良くなりました。本当に良くなりました。ありがとうございます。はいはい。でも体の動きが不自然です、はい、歌う時も昨日ダンスするのように、はい、自然な動きが必要です、はいはい、実力を高めてこそ自信も高まります、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。J.Y.Park さんがフィードバックでこうたくさん伸びたねとこう言ってくださったので、こう自分がやってきたことがこう J.Y.Park さんに素直に伝わったのではないかなとこう思います。ミルクティーみたいに二人寄り添って歌を地域予選時話したとように、はい、繊細に歌う方法を知ってます、はい、声自体も本当に魅力的です、はい、僕の姿がブレイクを恋写真のようなる過去のものと、
サファムレルザーリポービレイ愛してるもとリポーして、今更帰れないよあの場所は、どんな素敵な思い出も心の。こんなに練習したらもっと伸びる可能性が高いと思います。リズム감은거의최고같아이걸 이정도리듬을탈수있다면감사합니다우타에르치카라와훈톤이욕같다됐어ありがとうございます。でも큐브를지금줄수는없을것같아お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっと待って、休みます。いや、俺今回ミス気がするな。早く直さなあかん俺。やば俺。緊張する。はい、次はリオ君。はい。今日ファッションスタイルがブルノマーズみたいです。ブルノマーズみたいです。ブルノマーズ。時が来たらかませ wanna be a soldier wanna be a coaster まだ見ぬ坂見えかき込み調子花火のようなさだめだろうが我が見果てるまでやる気でそうよ。声変わり中ですか。はい、そうです。音程が比較的にいいですし、特に声がしっかりしていてよく通ります。声変わりあと歌が伸びる可能性が高いと思います。声自体が本当に魅力的です。자기가소질이진짜많은데모르는것같아변성기만지나면진짜노래잘할것같아완전완전원석같아그냥가공을하나도안한큐브모라이로最後の参加者は高橋リオです。順位ができてた時にギリギリラスト一人でキューブをいただいて嬉しかったんですけど、なんかもっと僕より上手かった人いるのにまだまだ実力が足りないので、なんか納得いってないっていうか、ジアパークさんに東京合宿まで進出させていただいて、ここまで来たからには自分のちゃんとやるべきことというか準備してきたものはしっかりやってやろうって決めています。僕はその平成期で声が出ないんですけど、ラップが自分の中で得意だと思ってるんですけど、そのラップをうまく見せれるというか、気づくと周り気にしたりし、みんなが皆もっとよく見えてばかり、結構ストリーキッズさんなんでめちゃくちゃ高いので、高いところはアレン自分でアレンジしてラップ作ったりしました。本当に一部分なんですけど、韻を踏むというか歌詞の世界観にあったように、自分のペースで大丈夫だからねみたいな雰囲気をつかみながら書いた感じです。まず自信があるのがラップなので、認めてもらえるように全力を尽くして頑張りたいと思います。あ
na 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 na比較しても何も意味ないさ Cut it out Stop it now 今は自分の道を行けばいい Yeah 認めたくない遮るものはない誰に何を言われようが俺の Life Yeah 認めたくない遮るものはない誰に何を言われようが俺の Life My pace Just stay in my way でかく見て Take your timeありのままマイペースこのままマイウェイゆっくりでも構わない自分の意志でマイウェイ慌てずにそう前へ見て right now Yeah, you ready? Let's go! Na 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 But sometimes 気づくと周り気にしたりしみんながみんなもっとよく見えてばかり Can't tell why Can't tell now つい見ている何もできずわからないまま選択連続あれもこれもやってきた通り残されたくない番が締め付け Looking at the ones I'm not a good ones そう言われても何も満たされない何もなんないありがとうございました僕を見ると地域予選で僕が指摘した短所がありました。高音に上がるとき苦しそうな声が聞こえます。今日も同じ短所がありますが、でもそれが声変わりだからどうする方法はないと思います。その以外はリズム感、パワー、ストーリーテリング能力、全部すごいと思います。すごいと思います。ありがとうございます。作ったラップパートも歌詞の内容もライムも全部良かったので印象的でした。ありがとうございます。声変わり終わった後が本当に楽しみです。聞いてください。聞いてください。練習の成果がちょっとはなんか結果に出たかなって思って正直めちゃくちゃ心が喜びました。次はゆきくん、次はゆきくん、はい、お願いします。一番心配なところは地域予選の時に結構お褒めの言葉を J.Y.Park さんからいただいたんですけど、その期待に今回のダンスレベルテストではあまり応えることができなかったのかなって思うので、間にポイントになる強く速く動きが必要です。はい、地域予選の時本当に良かったから、それに比べて今日は少し残念ですね、うん、はい、
12位は俺なんか J.Y.Park さんになんか地域予選の時めっちゃ良かったよ、良かったよって言われて、で今残念ですって、いっちゃ嫌なやつや。J.Y.Park さんからあんまりいい評価はいただけなかったから、ちょっとなんかモヤモヤしてる気持ちも正直大きいです。だから明日は直接 J.Y.Park さんにキューブをもらえるように頑張ります。ファイティング。初めて会った時で選んだ理由は、君の僕を全部僕に注いでほしいんだっていう歌詞があって、君を全部僕に注いでほしい、歌詞がとても印象的で歌いたいなって思ったので選ばせていただきました。ボーカルでも感情を込めるっていう練習をとにかくしてきました。しっかり潔く直接キューブをいただけるように自信を持って臨みたいなって思います。お願いします。ゆきくんの声はとても魅力的からずっと繰り返して聴けます。ありがとうございます。さあ、補うべき癖一つ。はい。모든음정을부를때처음부터그냥딱자신있게그음정을내야되는데크레센도하듯이에에이게너무안좋아
본인이그런습관을알아いや今初めて知りました그냥따라타다드르르드드드르드드드드드드르これだけ直してこそすぐ伸びる可能性が高いと思います。はい。話すのように歌うこと。雪が典型的な例です。よかったです。来てください。来てください。ありがとうございます。で直接いただくことができて本当に嬉しかったです。次は H 君。はい。昨日ダンスのミッションで最高順位をもらいました。1位は H 君です。ヒーローインタビュー、ヒーローインタビュー、こちら、1位、ダンスミッション1位の H 君、さあ、今の感想はどうですか？この結果に慢心せず、ボーカルとスター性もキューブをゲットします。本当に皆さん、ありがとうございました。ダンスは自分の得意分野でもあり好きっていうのがあるので光栄なことだなと思いました。こうリズム感っていうのが大事になってくる曲なので J.Y.Park さんにも予選の時にそれを褒めていただいたので自分ならいい曲にいい歌を歌えるかなと思って選びました。この曲はやっぱり結構高いところがあったりするのがとても大変だったのと力を抜いて歌うっていうのもとても意識してそれを練習するのが大変でした。音程が分からなくなっちゃった。あ、もうノリで元気でいっちゃったらもう元気でそのまま。多分始まったら意外といける。体染み込むのね。そうだよね。いける。頑張ります。頑張って。残りのキューブは練習してきたものをどれだけその場で緊張している中でも出せるかっていうのが僕にとって課題なので、これまでこの練習期間の間に練習してきたことをミッションでは見せれるように頑張りたいです。物は今日こそ晴れでもあえて外には出ないでよ会えないスナックとアルコールで乾杯をしよう二人さえも前も噛み合わないとしてもお互い寄り添うように少し逸らしてみようよ君がくれ
た太陽月で隠れないよ輝きたい今のように歌うメロディー戯れる Slowly Flowing Day 愛してるも通り越して似た者同士越して年をいるまで笑っていたいね君がいなきゃ Lonely Lonely Day 夢の中 Fully Sleeping Bed起こすからモーニングコールで I protect you for night me baby ここからもっと力を抜くべきです、うん、下っ腹には力を入れるとき呼吸を下っ腹にだけ溜めている状態で胸首肩からは力を抜くべきです、はい、でもエイジ君はまだここが固まっています。ああでも本当に良くなりました。本当に良くなりました。ありがとうございます、うんうん、そしてリズム感は素晴らしいですが歌う時に自分の実際の話を伝える感じだからそれが本当に良かったです。ありがとうございます、うん。お疲れ様でした。ありがとうございました。すべての発声の教育は根本的には胸、肩、首から力を抜く方法を習うことです。そのためにはスクワット見たいことが本当に役に立ちます。スクワット할때보통다리를이렇게어깨넓이정도로쓰고항문을쪼인다고생각하면서이배안으로끌어올려야돼배꼽안으로그러면서갈비뼈는안뜨게하고그상태에서하면서이렇게내려가야돼상체를세우고팔들거나이렇게하고올라오면다시등에앉고이렇게잡고하면이제여기에만힘이딱가서여기는힘을위는힘을빼도여기계속힘이생기는거지わかりますか？次はトモヤ君。次はトモヤ君。こんにちは、上村智也です。お願いします。그럼이제가장걱정되는점이있다면보컬미션입니다今回の二次プロジェクトもダンスポジションでオーディション応募したし JYP に入ったのもダンスで入ったしボーカルは JYP に入ってから3年間習ったんですけどまだまだ全然だなって思うことが自分でも多いのでいっぱい心配でいっぱいでした。ボーカル褒められるかなっていうちょっと心配はあるんですけどでも上位狙おうって思ってやったら本当に見てる方がちょっとうーってなるし自分自身もあんま楽しくなくなるんでプレッシャーいっぱい感じてパフォーマンスに出てしまうと思うので初心に戻って
あんまり考えすぎず楽しくできたら最高って思います。なあエイジ。頑張ります。明日頑張ります。正直に緊張したんですけど、でも、練習通りにやろうと思って、友也は友也なりにできることを やればいいけん、別に安心してとりあえずやってこいって思いました。あ、来たか。来た。ムード来た。俺も来た。気がする。トメモード来た。イケイケトメモード。やってみましょう。はい。お願いします。順位とかあんま気にせずに、本当に楽しんで、トモヤがやりたいようにやれって思っています。踊るとき、すべての動きの奥に、その動きに合うフィーリング、ニュアンスがあります。歌もやはり同じで、すべてのメロディーの奥には、フィーリングとニュアンスがあります。ともやくんは、メロディーとリズム感はもちろん完璧ですけど、そのメロディの奥にあるニュアンスまでよく表現できるから本当に良かったです。ありがとうございます。一つ補ってほしいのは、声が少し細すぎです。
ああ、その一つ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。トミヤ君はなんかボーカルもダンスもどっちもうまいし、かっこいいしみたいな、完璧な人かみたいな。J.Y.Parkさんもベタ褒めされてたように、そのジェスチャーだったりとか見せ方っていうのがすごくうまくて、自分も見習いたいなっていうふうに思いました。그지? 얘랑 얘가 좀 안정적이야. 여기서 헷갈리네. 여기서 끊거나 여기서 끊거나 여기서 끊거나 여기서 끊어야 될 것 같아. 얘도 노래가 되게 호소력. 그 다음에 비슷한 게 둘 중에 누가 난가? 교수님 뭐래? 怖え、順位めっちゃ怖い。もらえるかな。もらえる。勝つ気分もらいたい。ボーカルミッションの順位を発表します。はい。はい。はい。ボーカルミッションで1位おめでとうございます。ソダイコン、はい、ソダイコン、はい、ありがとうございます。1位すごく緊張していたんですけど、結果的には1位を取ることができてとても嬉しいです。2位は、ともやくん。ともやくん。3位は、ゆきくん。4位はリオ君。追加でボーカルキューブをもらえる参加者を発表します。すごい焦りというか、これでもしボーカルももらえなかったらどうしようっていう不安があって、そのボーカルでそのキューブを取りたいなっていう気持ちが大きかったです。ボーカルミッションで5位、5位、ハロ君、聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。6位、セイタ君。セイタ君、はい、セイタ君、はい、頑張って。
7位はゆういくん。8位はしょうけいくん。9位えいちくん。10位みらこくん。11位ふみやすゆくん。12位がキューブをもらえる最後の参加者です。12位はイナガキタイチ君です。ありがとうございます。イナガキタイチ君です。ありがとうございます。と思ってしまったことがあったんですけど、今日は最後の一人として名前が呼ばれたので、すごい、よかったっていう感じがしました。残りの順位は次の通りです。次のミッションはスター性ミッションだから、自分自身の自由に思い切り表現してください。次のミッションで会いましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。大丈夫やってたよ、ほんまに。自分に情けなかったわ、すごい。もちろん悔しいし、練習が足りなかったって思うんですけど、次に向けて成長させることが大切だと思います。今回はスター性のミッションです。次のステージ韓国合宿に行きたいと思ってます。今までスター性のパフォーマンスの中で最高だったと思います。